こんにちは、ゆういずみです。今日は私が親にカミングアウトした時のお話をさせていただきたいと思います。お付き合いください。で、私が親にカミングアウトした時の話なんですけど、まず私、母にはカミングアウトをしていないんですね。で、どういうことかと言いますと、母はもう私がこういう感じだっていうのはもうずっと小さい頃から分かっていて、でこう例えば引っ越した時にマンションを買った時にも壁紙をピンクにしてくれたりとか、あと毛布だとか敷布とかそういう寝具ですね、そういうものはもう私はいつもピンクっていう風に決まっていて、でそういったこともありまして、で母は多分私のことを何とも思っていなかったというか、もうそういう子なんだなっていう風に多分思っていたんですね。でそれで私が中学の3年生かもしくは高校1年生の時に、上戸彩ちゃんが金八先生で、性同一性障害の FTM、 私と逆のパターンの方の役を演じて、それで性同一性障害っていう言葉を全国に浸透させたっていう、そういう出来事があったんですけど、あのドラマを見て母が、あんたはこれだから病院に行きなさいっていうことを私に言ったんですね。でそれでインターネットで調べて、性同一性障害の専門医の先生が東京の、その時は当時は上野にいらしたんですけども、その上野の病院に行くことになって、でそれから毎月通うことになりました。で多分なんですけども、一番最初に行った時は母が一緒についてきてくれたように思います。でそれから何度か一緒に行って、もしくは私が一人で通ったっていうこともあったんですけど、なので母に対してはもうカミングアウトっていうことはなかったですね。むしろ母の方から、あんたはこれなんだからこういうのを見なさいっていうふうに、例えば新聞の記事に載っていたりとか、あとテレビでニュースをやってたり、あとドラマで出てきたりした時にこれを見なさいっていうふうに母の方から言ってくれたっていうのがありますね。で対して父の方なんですけども、父はもう私がこういうことをこういうふうになるっていうことも決して認めていなかったんですね。で中学もしくは高校ぐらいの時に、私が初めて100円ショップでこう化粧品をいっぱい買ってきて化粧をしたことがあって、でそれでこう外に出かけたことがあったんですけども、父からメールが来まして、で絶対に認めない、化粧をするなんて認めないし、すぐにやめなさいっていう風な、そういうことを言われたんですね。お話をするたびに、お前は大学に行って結婚して、でそれで生きていくのが一番幸せなんだから、そういうふうにしなさいということを言われて、私のことを理解しようとしてくれていなかったというか、知ろうとしてくれなかったんですね。私の話を聞こうともしてくれずにっていうような思いがあります。で父としては多分というか、もう絶対なんですけども、私のことが心配で、もし例えばニューハーフになったらこれから生きていくのが大変で、差別も受けるだろうし、生活も収入も安定しないだろうしっていう、そういうようなことを心配しての意見だったと思うんですけども、そうですね、自分の子供であるからこそ認められないっていうのがあったんじゃないかなと思います。でただ私は一番身近にいる人に一番理解してもらえないことがとても悲しくて辛くって、でそれがすごく嫌だったんですね。で父は母に私のことをかわいそうだっていうふうによく言ってたそうなんですけども、かわいそうなのは父に理解してもらえない現状が私にとってはかわいそうで、あとは何一つ困っていなかったというか、まあ、例えば今の現状ですと、仕事の職場、お客様、あとは周りでこう知ってる人たち、友達ももちろん含めてそうなんですけども、誰も私のことを偏見の目で見ないんですね。変な人だなっていう目で見るのは父一人なんですね。今でも私のことを誰よりも偏見の目で見るのは父なんですけども、これをちょっと動画にすると父がもしかしたら見るかもしれない、まあそれも前提でお話ししてるんですけども、それがとても悲しくて辛いですね。なので自分の子供のことだから心配で仕方ないっていうのはもちろんあって、で私自身がたくさん心配をかけて迷惑もかけてきてるっていうことがあって、なのでこんなことは言えないんですけども、一番理解してほしい人に理解してもらえないっていうのはとても辛いです。で父は今でも自分の周りの友達ですとか仕事の職場の人に対して、私がこういう風だっていうことは一人にも言ってないそうで、で中には友達に自分の下の方の子供、私は 弟だった方なんですけども、兄がいて弟っていう状態だったんですけども、まあ今は長女になるところなんですけども、
下の方の子供は今でも美容師をしているっていう風に話をしてるそうなんですね。決してその水商売をやったとか、あとはこう性転換手術をしてどうのこうの、今は女性として男性と一緒に暮らしているとか、そういうことはお話をしていないっていうような状態なんですね。それがとても辛い、悲しいですね。で、あとは私が子どもの頃に父に言われたことがあって、言われた言葉があるんですけども、それは男にもなれない、女にもなれない、お前は中途半端だっていうことを言われたことがあったんですね。で、それっていうのはその当時の私とても傷ついた言葉で、女になりたくて努力をしている、女性になりたい、本当は女性なんだよっていうふうに努力をしていた時に、男にもなれない、女にもなれないというようなことを言われたんですね。で、それは何かの比喩で、私が多分悪いことをして怒られた時に言われたんですけども、それがショックすぎて今でもはっきりと脳裏に焼き付いている言葉ですね。もう父は忘れてしまっているかもしれないんですけども、そういったことがありました。で、今でも私のことはこういうふうにしない方がいいって多分思ってると思うんですけども、なので私の場合の親に対してのカミングアウトっていうのは父に対してお話をしたことですね。で、その父にお話をした時はいっぱい、例えばインターネットで調べて、性同一性障害について調べて、でそれを資料として出したんですね。プリントアウトして全部資料にまとめて、私はこういう状態なんですっていう資料とともに父に提出した、お話ししたっていう、そういう記憶があります。それが高校生ぐらいの時だったと思うんですけども、で、まあそれに対しても父はこううーんっていうような感じで、ちゃんとは見てくれないですよね。もちろんちゃんとは見てくれないし、知ろうともしてくれなかったっていう感じですね。最近は母の話によると、一緒に性同一性障害関連のテレビがやってたら2人で見ることもあるんだよっていう風に聞くので、もしかしたらちょっとずつ変わってきてくれてるのかなとは思うんですけれども、今の現状ではやっぱりこう世界で一番私のことを偏見の目で見ているのは父です、という、今日は真面目なお話をさせていただきました。職場でカミングアウトした時の話はまた別の動画でさせていただきたいと思います。ありがとうございました。